この世の未来を破壊せしめ、光の地、我が手に勝利。ライド。今は大正何年だ。大正、答えろ。平成2年だろうが。平成、どうでは分からん。西暦1990年だ。そうか。市長、時を超える力をお与えください。私が未来へ行き、必ずやライドを倒してみせます。それはできぬ。なぜです。この世の人々の心は荒み切っておる。与える喜びも忘れ、憎しみに身を委ね、己が宿業の道から足を踏み外し、その思念が強大がゆえ足が衰えたんだ。では私はどうすれば。ライドが未来を語ったのは、まだ顔も見ぬ我が孫を亡き者にするため。我が孫が奴の手にかかれば、全の敗北は火を見るより明らか。かくなる上は一瞬ずれきの実を試みるのだ。あれは最も困難な。そう、一瞬ずれきを用いてお前の孫に憑依するのだ。時を
越えて我が孫に乗り移り、全ての力を宿してライドウの魔の手から守ります。ただし忘れてならぬことがある。一瞬すべきはその地図を用いてから、二度月が巡ってくる時まで置かなくてはならない。つまり二日の間。大事よ、すべてはお前とお前の孫の手に委ねられる。忘れるな。もののけ家の名にかけて、この大事が必ず未来を守ります。俺の孫か。きっと勇敢なものに違いない。そういう大胆な発言って問題あるぜ、ナオリ。でも私たちってアマチュアにしてはいい線いってる方よ。カナも分かってないな。他の高校に行きゃ俺たちぐらいのテク持ってるやつは吐いて捨てるほどいるぜ。相変わらずクールなセリフだな。謙虚と言ってくれ。俺たちクリエイターにとって慢心は禁物だ。クリエイターって生き物って意味だっけ。まった生き物はクリーチャーだろ。ああ、僕英語のセンスないから。どうしたの、元気ないよ、もののけくん。名字で呼ばないでよ、変だから。 OK、大二郎、なんかあったの。これこれひどい。どうせひどいってんだよ。違う違う、先生の言葉よ。留年を覚悟しろなんてかわいそうな大二郎。だから言ったろ、英語のセンスないんだ。これあんまりだよ。母さんが見たらバンドやめろっていうに決まってるよ。バンド続けるかどうかなんて自分で決めることじゃない。僕がひどい点数を立て続けに取るから母さんバンドのせいだと思ってるんだよ。おっと、もう開きの時間だ。大二郎。え？お願いがあるんだけど。え？夜電話してもいい？ねえ。だってカナとは昨日も電話で話したじゃないか。3時間も。さあ、私とじゃ楽しくないのね。いやそういうわけじゃないんだけど。そうよね、そんなわけないわよね。二人で秘密
密の世界。治りにはもう行ったのか。え、嘘ないだろ、気があるんだろ。治りに早くアプローチしろよ。どうせダメだよ僕なんか。だけどお前が治りに惚れてるなんてことをカナが知ったらどうするかな。カナ、どういうわけかあいつはお前にぞっこんみたいだし。困るよそんなの。ま、はっきり自分の気持ちを相手に伝えることだな。ナオリ、実は友達から映画の券2枚もらっちゃってさ、よかったら僕とどう？やらしいかな。お、あら、こんなとこに映画の券が2枚。ナオリ、2人で行っちゃおうか。これじゃバカだ。バイジロ。はい、注文の品。サンキュー。それで、あなたはどうするつもりなの？何が？バンドのことよ。ああ、最近思うんだ。才能に自信ないし、家族にバンドやってるのを口うるさく反対されるし、いっそのことやめた方が気が楽になるんじゃないか、なんて。そんな陽気でどうするのよ。しっかりしてよ、もののけくん。前から聞こうと思ったんだけど、その冗談みたいな名前、誰がつけたの？おじいちゃんが自分の名前にちなんでつけたんだ。おじいちゃんの名前なんていうの？もののけ大治。一度会ってみたいな。いや、おじいちゃんは僕が生まれる前に死んじゃったから。そう。あ、ところでさ、ナオリ。あ、そのちょっとごめん、今何時？もう行かなきゃ。どうしたの？友達と約束があって。約束？これ、映画見に行くの。あ、それ、そっか。それじゃ、またね。二度も見る気なんてないよな。いや、あ、3人とも何してんだい、こんなとこで。いやな、お前に用があってな。なんだよこれ。あ、それ、はい、お前脳は大丈夫か。うっ、頼みがあんだけどな。聞いてくれるか。なんだい。俺たち今貧乏人なわけよ。 Very poor、 わかる？財布の中身をいただきたいってわけだよ。何すんだよ。こんなもん買う金あるんだったら俺たちに小遣いくれてもいいんじゃねえのか。これあんまりだよ。お姉ちゃん。おかえり。ただいま。大二郎、英語の試験の答案、今日あたり帰ってきてるんじゃないの？あ、いや、先生が風邪ひいちゃってさ、まだ帰ってきてないんだ。うん、そう。
留年を覚悟しろ、ね、ああ、それこんなもの背中に貼り付けて帰ってくるなんて大した度胸ね。あ、返してよ。母さんにこれを見せたらどんな顔するか面白そうじゃない。大二郎、いつまでこんな点を取り続けるつもりなんですか。今回も僕なりに頑張ったつもりでは。嘘おっしゃい。あなたはもうすぐ大学受験をする身なんですよ。これをご覧なさい。おじいちゃんの遺言。そうです。男子を教育するにあたっては常に厳しさを忘れず、あなたにはもっと厳しくしなくては。おじいちゃんも変な遺言残してくれたよな。おじいちゃんってどういう人だったの。そんなこと今は関係ないじゃないですか。お母さん、そう言っていつもおじいちゃんのこと話してくれないじゃないか。もう我慢の限界です。バンドはやめてもらいます。そんな人と違ったことばかりしていると不幸になるのはあなたなんですよ。これで静かに眠れるようになるわね。お兄ちゃんの部屋からうるさいギターの音も聞こえなくなるでしょ。嫌なやつ。おじいちゃんのこと聞いて母さん怒らせたのが悪かったのよ。要領悪いわね。母さん、なんでおじいちゃんの話を嫌がるんだろう。さあ、なんか避けてるみたいね、話すの。おじいちゃんか。どんな人だったんだろう。若い子の写真だったら1枚だけそこに残ってるはずだけど。これ顔わかんないじゃない。戦争かなんかで燃えちゃったんじゃない。おばあちゃんの写真ならちゃんと残ってるんだけど。おばあちゃんってわがままで次女たちを困らせたみたいよ。知ってる？私おばあちゃんと同じところにほくろがあるんだよ。ほら色っぽいでしょ。おじいちゃんもきっとこのほくろに参っちゃったのよ。写真一枚残ってないなんて。冗談でこんなこと言うと思う？
みんなには悪いけど、バンドやめる気なんだ。なんで急にそんなことを。いつからこういう時が来るって治りだって分かったはずだろ。それが少し早かったってだけだ。ちゃんと訳を聞かせてよ。とにかくこれで話は終わりだ。大二郎、頼りにしてるのに。ごめん。それじゃ。ていればいいか。今何か聞こえたような。気のせいかな。やったぞ。孫の声が聞こえたぞ。見える。未来が見える。聞こえるか我が孫よ。え？俺はお前のおじいちゃんだぞ。おじいちゃん？きっと疲れてるんだ。疲れてるから幻聴が聞こえるんだ。別に大したことじゃないさ。ただの幻聴だ。幻聴なんかじゃない。いや幻聴だ。おじいちゃんは帝国にいるんだ。そうか。孫が大きくなる頃、俺はもう死んでいるのか。だがこの声はおじいちゃんが五感を未来へ飛ばしてお前に乗り移っている声なんだ。ちゃんと生きてる。まだ独身だ。そんなことってあるもんか。なんて言えば信じてくれるんだ。そうだ、お前にも俺と同じように左足の付け根にあざがあるだろ。俺の孫ならあるんだな。ないよそんなもの。そうか。それならこれだ。右の方につむじがあるだろ。鏡で見てみろ。それがお前の顔か。あまり似ていない。つむじなんてあるものか。騙されないぞ。似ていなくても可愛い孫には違いない。何と名付けるか楽しみだな。俺の名にちなんでタイの字は変えないものとしてタイスケ、タイゾウ、タイジロウ。安らかに治める男タイジロウだ。おじいちゃん、よし決めたぞ。何が何でもお前は大二郎だ。
いや、そんなはずないよ。もう黙ってくれ。頭がおかしくなりそうだ。早く現実を受け入れるんだ。黙ってよ。いいか、よく聞け。黙ってくれ。お前は命を狙われているんだぞ。黙れ。黙れ。祖父に向かって黙れだと。何度だって言ける。黙れ黙れ黙れ。お前は目上の者に対する口の利き方をわきまえとらん。そういう態度ならこっちにも考えがあるぞ。これでお前の腕は俺の意のままだ。礼儀知らずな子にはお仕置きだ。やめてよ。うるさいよ、太一郎。やんばりだよ。太陽温めるか。静かにしてよ。お姉ちゃんが怒鳴ってるよ。大丈夫だ。俺の声はお前にしか聞こえん。頑張った。わかりました。態度を改めますから、どうか転んでを止めてください。あんた自分のお尻を叩いて気でも狂ったの。これからは言葉遣いに注意するな。はいはいって。じゃああんた気が狂ったって認めるわけ。よし、いい子だ。お兄ちゃん。あ、お兄ちゃんにお客さんが来てるけど、玄関で待ってるよ。誰？直里さん。いや直里、どうしたんだい、こんな時間に。ひどすぎるんじゃない、さっきの電話。それは一体どういうつもり。ちょっと腕お、これをすまん。71年前にはこの辺りあったのだが。あなたどこに目をつけてるんですか。すぐ目の前にあるのがそのもののすぐ前。貴様、その手をどけろ。何すんの大二郎、苦しいじゃない。大二郎、貴様もののけ大二郎、大地の孫か。逃げるんじゃない。
僕だってわからないよ。違う。こうだったろ。これあんまりだよ。なぜ逃げた。逃げるしかないだろう。やっとを探したぞ。これからどうすればいいのさ。やつを倒すんだ。そんなの無理だよ。何一人で話してんのよ。そうだ、どこに行くの。シンの家に行く。シンの家。あいつん家にかくまってもらう。もううちはライドウとかヤチに知られてる。ライドウの手下だ。どうだ、俺の送った力の威力は。こりゃすごい。ライドを倒せたかもしれんのに。太刀打ちできっこないよ。不甲斐ないやつだ。そんな心構えだから敵に背を向けるんだ。俺の孫ともあろう者がこんな臆病者とは、はあ、情けない。お前が大きくなるまで俺が生きていればそんな腰抜けには育てはせんのに。これは遺言にでも残す必要があるな。男子を教育するにあたっては常に厳しさを忘れずとでも書くか。それその言葉、おじいちゃん今何と言った。本当におじいちゃんなんだね。そうだとも。太一郎、やっと信じてくれたか。まったく手のかかる孫だ。どうした？こんな時間に。その
くまってほしいんだ。かくまう？あ、まあ入れよ。突然迷惑から。いや、一人暮らしだから構いはしないけど。どうした？姉ちゃんと喧嘩して家を追い出されたか？その命を狙われてるんだ。CIA とか影兵にか。冗談だと思ってるだろう。はあ、あのね、また誰だよ。まさかライドウじゃ。シン、大二郎来てない？ここに来るって言ってたんだけど。なんだ、ナオリか。大二郎、ひどいじゃない。どうして家に行ってくれなかったの？カナ、電話するって言ったのに。うん、あ、なんでここに？女の勘よ。さっきの一体何なの？何であなたが狙われてるのよ。狙われてる？何の話？それはおじいちゃんに聞いてくれ。じいちゃんだったお前のじいちゃんは、なだろう。聞こえるか？聞こえますか？なんだよそこは。私が大二郎の祖父、もののけ大二だ。私は今大二郎の体に憑依している。大正時代のおじいちゃんが意識を飛ばして僕に乗り移ってるんだ。そんなの信じられるわけないじゃない。この体のどこにじいちゃんが乗り移ってるって言うんだ？霊媒師あるまいし。これはどう説明する？で、そのライドって人はどうして現代に来たの？それに、なんで大二郎が狙われなくちゃならないのよ。それは僕もまだ知らない。悪の霊力にとってはお前の存在が邪魔なんだ。私は師匠から予言の書を授かった。それによると善の霊力と悪の霊力の総力をかけた戦いが日本紀元2659年に起こるとされている。日本紀元2659年というと西暦1999年だ。その戦いで善の霊力を勝利に導く有能な戦士が現れる。それが大二郎、お前だ。僕？そうだ。嘘だよ。僕にそんな力あるわけないじゃないか。これは避けられない運命なんだ。お前は霊能力者である俺の血を引き継いでいる。おじいちゃん、霊能力者だったの？我々の血族は戦乱の時にしか霊力に目覚めんのだ。今でこそお前は霊力に目覚めてはいない。しかし戦乱の時にはその力に覚醒する。そこでライドが先手を打つために未来へ向かったのだ。奴がお前を亡き者にすれば善の敗北は死を見るより明らか。だからお前をライドの魔の手から守ってやる。二人で倒すんだ。僕には無理だ。真っ平だ。弱気になるな。これあんまりだよ。ケーキ出してよ。私だってずーっとそばにいてあげるからね。いずれにせよこの術は2日間しか使えん。従ってその間にライドを倒さなければ。なんで2日なの？各々の肉体を持ちつつ感覚を分かち合うこの術は本来自然の摂理に反する。一体になれない
二つの存在、つまりお前と俺の肉体は時が経つにつれ崩壊し、二日の間に消滅してしまう。体が崩壊？そんなの困るよ。ちゃんと溶けるんだろうね。もちろんだ。ちゃんとここに術を解くための鏡、怪術劇鏡がある。ない、ない。どうした？怪術劇鏡がない。ライドウよ、事の運びはどうだ？時を超えた今、大事の孫を亡き者にするのはたやすいこと。気休めを言うな。貴様は奴を取り逃がした。すでに策は講じております。これを大事の元より奪ってまいりました。怪術劇を出に出たか。この鏡なくして奴に一心越撃を解くすべはありません。これで奴も逃げ隠れできまい。取り返すべく私の前に姿を現すことになりましょう。どうするのさ。術を解く方法がないまま崩壊しろっていうの？怪術劇鏡はどこにも見当たらんな。あの鏡を通した月の光を浴びなくては維新越歴の術は解けんのだ。これあんまりだよ。これも運命なのか。勝手に運命づけられてる僕の立場は、もののけ家に生まれた男子としての宿命だ。この予言の書にはお前の生涯についていくつかのことが記されている。もうたくさんだよ。例えばその前の戦士、つまりお前のことだが、その前の戦士、聖なる戦いに臨むとき右肩に十字の傷を持つ者を助け手として現る。つまりお前の妻ってことなんだろうな。妻って奥さん？ああ。肩の傷が奥さんの印なんだね。大次郎、探したわよ。何よいきなり。やっぱりね。どうした？何も飲むにふけっちゃってんのさ。ところでバンドの話なんだけど。ひどいじゃない。私に一言も言わずにやめようとするなんて。理由を聞かせてよ。もうゴリゴリなんだよ。バンドのことで家族に文句言われるのは。それにいつまでもこんなことしてらんない。こんなこと？そりゃ初めは僕だってプロになろうって夢もあったけど、そんなの無理だ。どうして？所詮君には分かってもらえないんだ。僕は親の期待に応えなきゃならない。叶わない夢なんて持つだけ無駄だ。よく分かったわ。あっちゃありゃ完全に勝ったな。沙織、ちょっと待って。何よ、もう話は終わったんでしょ。怒ることないじゃない。話してよ。ちょうどいいところで会えたな。 Oh, glad to see you. こいつガス欠でよ。こいつの喉を潤してやりたくても金がねえってわけさ。だからな。今日はないよ。それに昨日あげたばかりじゃないか。 Oh, really? なら他人の世話になるとするか。あ、やめろよ。あ、何すんのよ。何をしている大二郎。仲間があのようにされて黙っているのか。
どうしろってのさ。ガーンと一発食らわせてやれ。何をあんな連中の稲荷になってる。どこのメンツだ、尊厳だ。そんなことできるもんか。臆病者。このゲスども、その女を放せ。なんだと。おじいちゃん、なんて口の利き方を。貴様らは男の面汚しだ。天に代わって俺が成敗してやる。押さえても聞こえてんだよ。僕が言ったんじゃないよ。やだ。舐めやがって。戦利品だ。いらないよ、そんな物騒なもの。これあんまりだよ。いいのよ、これくらい痛い目に遭わなきゃわからない連中なんだから。どうした大二郎、元気がないな。直織さんに惚れてたのか。十字の傷のない直織とは結ばれることはないのかい。予言書は絶対だ。淡い希望でも持ってたのか。彼女と結婚でもできるんじゃないかって。
希望なんて持ってると決まって最後に傷つくのは自分の心だよ。はあ、ん？もしや。どうした？一心越歴の術による肉体崩壊の兆しとして、猿の国には頭髪が抜け落ちる。このままじゃハゲだ。どうも、大日本上陸。はい、万年。しかしこのテレビってやつはすごいな。ま、色付きの絵と一緒に音も出るなんて。おじいさんのいる1919年って第一次大戦が終わった頃なんじゃない。あの有島武郎のある女もこの頃に書かれたものなんだ。それ武雄って読むんだ。はい、相場です。大二郎伝馬。はい、大二郎。お母さん、昨日はどこ行ってたんですか。これには訳が。直ちに帰ってらっしゃい。家出でもすればバンドが続けられると思ったんですか。どうしたの母さん。僕が家出したと思ってるんだ。お前、母さんの尻に敷かれているのか。それはおじいちゃんが厄介な遺言を残したからだ。もう寝るよ。嫌な現実が忘れられる。起きれば再び辛い現実が待っていると。カナは洗面所にこもってるよ。ちょっと見てよこれ。どうしたの。昼間の騒ぎで倒れた時怪我しちゃったみたい。怪我？うん。今まで気づかなかったのか。鈍いな。こんなに腫れてるなんて思わなかったんだもの。綺麗に十字になってるわ。まさか。どうやら見つかったようだね。結ばれるべき相手が。そんな、カナが。なんで。全ては運命だ。逆らうわけにはいかん。そんなこと言っても困るよ。あの子もお前を好いているようだし。男目よりに尽きるってもんじゃねえか。これあんまりだよ。あんまりだよ。あいつ天ぷらだったんだ。誰が天ぷらだって。大二郎だ。あの野郎本当はすっげえやつだったんだよ。それがなんで天ぷらなのさ。天ぷらってのはな、中身を隠して衣をかぶってるやつのことを言うんだよ。おめえ悔しくねえのかよ。そんなにあるんだよお前は。そうそう、マスター、なんか適当にカクテル作ってやってよ。おじいちゃん、もううるさくて眠れないよ。
もう1時じゃないか。カナ、眠れないの？そっちこそ何で起きてるのか。話し声が聞こえたから。ずいぶん耳がいいんだね。大丈夫？こうしてるとまるで二人きりみたいね。ね。でもみんないるじゃない。みんなぐっすり寝てるわ。起きてるのは私たちだけ。雰囲気が盛り上がってるようじゃないか。え？お前もその気になってきたか。このまま放っておくのは男じゃないぞ。どうしろってやつ。こうするんだ。え？君よ、その瞳で見つめてくれ。いざこの腕に抱かん。まこそ接吻だ。分かってくれたのね、私の気持ち。もどかしいやつめん。俺もだ。俺は何にも見てないよ。ほら、サングラス真っ黒で何にも見えない。シン、これは違うんだ。誤解なんだよ。いいじゃないか、好きなもの同士。気にするなよ。そうよ、恥ずかしがることないわよ。お前らがそこまで進んでたなんて。進んでるってキスするのは初めてよね。治りもだから、その、いや、いや、いいのよ、気にしないで。そうじゃなくて。別にいいじゃない、好きなもの同士なら。カナが好きでキスしたわけじゃないよ。このケガだな。反省しなさいよ。肉体崩壊の兆しとして根の国には歯が。はい。なんだ、虫歯じゃない。
次郎が。え？
ゲームセンターで。他に救急箱ぐらい撃たなさ。直り、手伝ってくれ。私は何かすることある？あ、腕を見せ、冷やしてあげて。ありがとう。ごめんね。何が？こうしてるのが直りじゃなくて私で。それは気にしないで。前からそうじゃないかと思ってたの。学校で怒った直りを引き止める大二郎の必死の顔を見た時分かったのよ。私がバカだったのよ。でも大二郎はこんな私に優しくしてくれてたと思う。優しくしてた？うん。大抵の人にははぐらかされちゃうけど、大二郎は私の気持ちをまっすぐに受け止めてくれた。だから好きだったの。カナ、私二人を手伝ってくる。いい娘さんじゃないか。カナを避けるようにしていたのが間違ってたみたいだ。あったぞ。それにしたっていつまでもここに隠れているわけにはいかないわ。体が消滅するまであと1日だ。逃げるばかりじゃ脳がないわ。じゃあ奴を倒す方法でもあるのか？ないさ、そんなの。悪の霊力に対抗する武器なら俺の手元にあるが、
俺とお前は違う時代にいる。渡したくても渡せん。武器はあっても渡す方法はなしか。武器？おじいちゃんは武器を持ってるの？ああ。でもじいちゃんは違う時代にいるんだぜ。望みはないね。手に入れる方法なんてないわよね。ライドウよ、だいぶ手を焼いておるようだな。しかし貴様がこうも無能とはな。勝利を我が手にするために今一度力をお与えください。最後の慈悲として貴様の小指に新たな力を与えよう。そしてもう一つ、維新鉄歴の術は逆手に取れば格好の攻めどころとなるな。そのことを忘れるな。仰せの言葉しかと受け取りました。ずいぶん派手にやられたわね。あ、きつすぎた？いや、大丈夫。はい、ありがとう。どうしたの？え？幸せそうな顔して。いや、怪我の手当てしてくれるなんて優しいんだなと思って。女って姉さんや母さんみたいに怖いってイメージが強くて。今だから言うけど、バンド始めた頃は治りが怖かったよ。どうして？噛みついた覚えないわよ。治りは女なのに堂々としていたし、他のどんな女の子とも違ってたよ。そっか、そうかもね。え？小さい頃友達と濡れ合いをしていたの。みんなは楽しそうにしていたけど、私は楽しくなかった。その時私は真っ白い画用紙が欲しかったの。塗り絵は決められてるで枠の中しか塗れないでしょ。でもあの時は画用紙が欲しいって言えなかった。みんなと違うことするのが怖かったのよ。でも後で後悔したわ。自分に嘘ついてたみたいで。僕も自分に嘘をついてたんだ。逃げてた。でも僕はバンドを忘れようとしたわけじゃない。ナオリ、僕がバンド辞めるって言い出して嫌いになった。初め怒ったけど、やりたいことを続けようとして悩んでいるあなたの姿は前向きな証拠なのよ。それにやっぱりあなたは私の一番の相棒なのよ。ナオリ、薬足りそうにないから買ってくる。待ってて。ああ。何を考えている大二郎。運命に逆らう気じゃあるまいだ。お前と直里さんは結ばれることはないんだぞ。それは分かってるさ。そういうんじゃないんだ。そうじゃない。直里も佳奈も僕の相棒なんだ。見つめ合う相手が直里なら最高だと思ってたけど、相棒として同じものを見つめることが大切なんだよ。お前も忙しいやつだな。
カナの次は治りか。違うよ、そんなんじゃ。じゃあどういうことなんだ。しばし借りるぞ。右肩に十字の傷を持つ者がその良き助け手として現るか。だからおじいちゃんが僕とカナをくっつけようとして、カナの唇を奪ったと。奪ったなんて人聞きの悪い。いやーちょっと、いやー何これ、いやもうやだ、ちょっと、どうしたの？何これ？見たことない虫だな。叩き潰して。かわいそう。だって。おかえり。ただいま。皆さん、外はとっても寒くてよ。なんだそのしゃべり方。カノ止めの飲み薬を買ってきたから。大二郎さん、飲んで。大二郎さん、治り変だ。転んで頭打ったんじゃねえか。え、そうなの。薬なんていつの時代もまずいもんでしょ。おとなしくしろ。もう一人の女も扱っている。治りよ。女どもと怪術結局が欲しければ忌み月の地に来い。大二郎、そこがもののけ一族の血の絶えるところだ。大二郎、どうする。やるしかないだろう。あの鏡を取り返さなくちゃならない。それに治りとカナが殺されに行くようなもんだぜ。奴を倒す方法はないんだ。くそ。おじいちゃんの武器が手に入れば。明日じいちゃんと待ち合わせでもして渡してもらうか。こんな時に冗談言うなよ。じいちゃんは71年間待ちぼうけだ。もうやめろよ。さすがのじいちゃんも化石になってるだろうさ。いい加減にしろよ。あ、そうか。どうした。武器だ。じいちゃんの武器が手に入る。場所が違うなら運べばいいけど、時代が違うんだぞ。頭使えよ。埋めるのさ。土に埋めるんだよ。過去でじいちゃんが武器を埋めて、それを71年後の現代で掘り起こせば。武器はそこに埋まってる。化石みたいに。
よし、埋めるぞ。今後掘り出されなければ71年後のお前の手元に届くはずだ。ここのどこが林なんだ。木なんて一本もないぜ。木は残らず抜かれて今は住宅地に生まれ変わってるんだ。それが俺だ。少ない中の一枚だ。大事にしろよ。古銭だ。ささやかだが孫への小遣いだ。ラジカセとやらを壊したお詫びだ。悪かったな。本気なんだなお前。ああ、もう逃げやしない。錆びてんじゃねえか。弾が出ないときがあるぞ。ほら。勝てるのか。勝つよ。この対決で負けるくらいなら1999年の戦いにだって勝てやしない。相手はサイキックだぜ。シン、怖ければついてきてくれなくてもいいよ。対決はもともとシンには関係ない。ついていくさ。俺だってお前の相棒のつもりだぞ。今までも、それにこれからも。奴にはお前が見えている。
待ちかねたぞ。ライド、女どもを解き放ったからといって逃げるなよ。僕はここに戦いに来たんだ。逃げるためじゃない。剣を抜け。一対一の戦いでは剣を交えるのがよくならない。剣を取れ。俺がついている。やるぞ。この男は邪魔だ。この場から立ち去ってもらうぞ。私の分身を作り大地の元に送ったのだ。大地の力添えがなければ大地も貴様も剣を扱える弱者と化す。あらゆる感覚を分かっちゃう。大地の苦しみはすなわちお前の苦しみなんだ。
前らまだライドンに操られてるか。Ah!
様。Yeah.
力に目覚めた。おじいちゃん、よく共に戦ってくれた。お前は最高の相棒だった。おじいちゃん、お前が生まれてくるのが楽しみだ。再び会える日を待っているぞ。おじいちゃん、最高の相棒だったよ。お嬢様、こちらの殿方は？ひどい怪我。お屋敷の方へお連れした方がいいわ。そのようなことをされたら奥様が。これ残るんじゃない？いいのよ、大二郎助けるためだったんだから。どうした？怪我したのか？俺だって思うじゃない。これじゃアブノーマルだ。あ、そうか、あ、そうか。まったく、何笑ってんだ。お前のじいちゃんが早とちりしたんだ。え、予言をよく思い出してみろよ。右肩に十字の傷を持つ者が良き助け手として現れる。あ、妻なんて言葉はどこにもないぜ。この傷は
1999年の戦いの時にお前に力を貸して選ばれた相棒の印なのかもしれないな。さあ家に帰ろう。これから普通の生活に戻るわね。どうするの？バンドは。もう答えは出てる。家に帰ったら母さんに言うんだ。バンドを続けるってね。お母さん。今まで一体何をしていたんですか？言っても信じないだろうから言わないよ。言いなさい。説明してもらわなくては納得いかないんです。過去からおじいちゃんが意識を飛ばしてきて僕に乗り移ってたんだ。それでやめた。こんなことを信じないでしょ。いいんだよ信じてくれなくても。いいえ信じるわ。え？そういう力を持った人だったんですもの、おじいさんは。知ってたの？おじいちゃんのこと。なんで話してくれなかったの？もののけ家がこういう家系だなんて言えなかったんですよ。初めから分かっていたわ。あなたにおじいさんの血が流れていることも。ただお母さんはあなたには人並みの幸せな生活をしてほしかったんです。だからおじいさんのことも知らせたくなかったし、力に目覚める前に普通の人として生活してほしかったんですよ。もう僕にはその力が備わってるんだ。そう。でももういいわ。お母さんなりに考えたんです。人にはそれぞれの生き方があるって。じゃあバンドを続けてもいいの？ええ、本当に正しいと思ったことに全てをかけなさい。厳しさもこの幸せを願えばこそだったわけだ。これで全て準備 OK ね。早速スタジオに行って合わせに入らない？よし、みんな玄関で待ってくれ。僕はギター取ってくるよ。うん。孫が力に目覚めた時にはこれを与えるようにおじいさんに言われていたんです。これは？太二郎遅いね。いつまで待たせる気なんだ。呼びに行こう。あ、うん。孫が危ないんだ。太二郎の孫？ちょっと
の霊力で命を狙えるんだ。だからこれから魔王院とルーツで守ってやらなきゃならない。乗り移れたの前どうやった。まさか。もちろん維新越撃の術を使うんだ。覚醒して今僕にだって使えるはずだ。あ、太一郎よ、若き禅の使徒に急ぐのだ。バンドはどうするのよ。もちろん続けるさ、この戦いが済んだらね。だからみんなにはそれまで待ってもらうよ。まったくおじいちゃんと同じね。カエルの子はカエルってわけか。いや、それを言うならカエルの孫はカエルだろ。本が神、維新的新長寿、熱烈的新長寿、今から助けに行くぞ我が孫よ。8ミリ映画、それはいつも映画少年たちの夢を支える道具だった。今日本映画を背負って立つ大林信彦、大森和樹など皆この小さなフィルムから育っていった。そして今もその夢はしっかりと生き続けている。ピッチ大丈夫、もうちょっと大丈夫、もうちょっと大丈夫、一回やってみる。はい、OK、行きます。5、4、3、4。この慶応大学の映画サークルは今日もワンカットのために執念を燃やしている。ちなみにこの人形や小道具は全て自分たちで作り上げたものである。どうも皆さんこんにちは、太一郎役の新田です。新を演じました周陽です。さて今皆さんにご覧いただいているのは、うん、NHK の燃えてトライアルという番組の中で、うん、1ミリ映画の特集をした際にですね、我々の現場にも取材に行ったというその模様をご覧いただいております。全国ネットで全国民が注目しているこの映画マイサイドキックのメイキングです。さて、これからしばらくですねこの番組の中に流されましたクリップをご覧いただきましょう。どうぞ。さらに究極の手作りアニメシネカリをご紹介しよう。
この作品を作ったのは新藤武雄さん27歳。シネカリとは小さなフレームの中に一コマ一コマ針で傷をつけ絵を描いていく技法である。1秒間で18コマ、10秒で180コマという根気のいる作業である。この割り箸とマチ針で作ったお手製のペンで彼は大胆にもベルリン映画祭にまで参加してしまったのだ。シネカリの方法は僕は自分でこうやってて気がついたんですけど、まあ、たまたまフィルムにやっぱり傷をつけたら丸だの三角だの描けるじゃないかということで、シネカリができるっていうのはやっぱりフィルムだけっていうのはありますけどね。この新藤さんっていう方は今回ナイサイドキックのクライマックスシーンで、はい、あの獅子のアニメーションを描かれた方なんですよ。そうなんです。彼はですね、自主映画界の中でもアニメの第一人者として大活躍してらっしゃる方なんです。そういった才能がですね、結集してできたのがこのマイサイドキックというわけなんです。あ、ちょうど画面にも出てますけど、この獅子のアニメーションですね。そうです、いい動きしてますよ。なかなかですごいですよね。すごいですよね。さて、そのすごい獅子に負けず劣らずでかい口を開けていた新田さんなんですけれども、はい、今度は役者田辺日田をクローズアップしてみたいなというところです。はい、でですね、これは皆様におなじみの太二郎なんですけれども、まあ、実はですね、うん、最初の設定では、うん、太二郎はメガネをしていたんです。これですか？これが太二郎だったんです。伸びたみたいですけど。あ、それはいいツッコミですね。なかなか。これはひょっとして K と似たようなキャラクターで2番戦時を狙おうとか、そういう、それを言われると身も蓋もない。あら。さて、これがその幻のフィルムです。これバンドの帰りのシーンじゃないですか？そうなんです。で、このシーンだけ撮っていたんですが、うん、見てですね、うん、あまりにもかっこ悪い、うん、見るからに。で、これが主人公ではあまりにも映画がかわいそう、かわいそうですよね、ということになりまして、うん、今の設定になったんですよ。いや、これでクライマックスとかあったらもっともないですよね。もっともないですよね。あの、メガネ越しに黄色の目が光っても間抜けただけですからね。まあ、あんまちょっとよくないですよね。これは良かったわ、変えて。さて、あなたはどちらの太二郎がお好みですかって感じですか？お好みも何も、こんなやつに好きになるやつはいませんよ。どういうこと言いますな。もう一回ミッタ君に今後の抱負をお願いします。絶対面白くなる。さっきと同じですか？同じです。あ、そうか、ワンパターン、ワンパターン。それではバラシだよ、バラシ、バラシをつけてしまおうと。こんだけ、こんだけですか？何曲ですか？他に何か。そうだな、極楽院ということで、スタッフと同時に、退治役ですか、そうです、リーチャー役もやるわけでございます。どうですか、今までにない演技をやりたいところなんですけれども、おそらくやります。という固い決意を語ってくれたおひげのお兄さん、おひげ、うん、退治役の島本和人君です。シュシュ。これはですね、大正の街を走るタイジファーストシーンの撮影です。これロケ地はどこなんですか？これはですね、わざわざ栃木まで行ってきたんですよ。で、からこのように車の後走ったりする肉体を酷使する演技が多かったんですけども、それに対する監督のコメントはどうでしたか？エクセレント、エクセレント、エクセレント言ってますね。ご苦労様でした。で、から演技に対して非常に熱心なんです。うん、島本さんっていうのは、うん、カメラがどこから撮ってるかとか、自分がどういう風に映るのかとか、そういうことをものすごい計算に入れて、それをすごく活かすんですよね。そうなんですよね。うん、で、今出てきた2人、ハイジローとハイジュー、うん、一撃で繋がれているわけです。ああ、そうですよね。うん、で、それを表現するのも一苦労なわけですよ。まずですね、現在の主人公、ハイジローの演技をビデオに収めます。うん、このビデオを見ながら過去の主人公、ハイジの演技を徹底していくわけです。ああ、なるほどね。ですから寸分の狂いもなく、うん、2人の動きは晴れてめでたく一致すると、こういうわけなんですよ。なるほど。学校を辞めて役者になります。それでは続きまして、直り役の安藤紗恵子さんの紹介に入りましょう。じゃーん。彼女は早稲田大学のミュージカル研究会に所属しています。早稲田っていうのはちょっと聞いたことあるんですけど、芝居盛んなところらしいですね。全然関係ない話なんですけど、安藤さんって声かわいいんですよね。もっと振り向いてもいいよ、ほんまに。ライドに襲われてる時の声なんかゾクゾクしちゃいますよ。 ANDI です、Y じゃありません。それだけです。安藤
安藤だけどアンディってね。アンディ。アンディって呼んでください。本当にそんで呼んでいいですか。はい、アンディ。よくわからない。さて、そんな安藤さんなんですけれども、バンドのシーンではボーカルとベースを担当していましたけど、本人はそういうことを本当にできるんですか。まあ、ミュージカル研究会ですからね、うん、歌は本職なんですけども、あーですよね、うん、ベースは弾けなかったんですけど。って言えば、僕もドラム叩けないですけど。そういうこと言われたら僕もギター弾けないですけどね。まあ、そんな私たちを根気よく指導してくださったのが、このお方、加藤聡さんです。加藤さんはバンドのシーンでかかっていた曲を作曲してくださった方です。この方って楽器とかオールマイティなんですよね。そうなんです。彼がいてくれたからバンドのシーンもなんとかこなせることができました。同じく早稲田のミュージカル研究会に所属しています、花役の宮本純子さんです。早稲田って言えば僕ちょっと聞いたことあるんですけど、うん、芝居関係盛んだそうですね。それはさっき言っただろうが。この人は役柄通りキーボードが弾けました。え、でも僕ドラム叩けないですよ。そんなこと言われたら俺だってギター弾けないし、安藤さんはベース弾けなかったよね。じゃあ人だけだったのか。素晴らしい貴重な存在だった。そんな人の顔で遊ばないよ。先ほどから何度も申し上げておりますが、ドラムの叩けなかった新役の村田修雄くんです。実は僕この先生まれて初めてドラムの前に座ったんですよ。あなた度胸ありますね。いやいや、そういえば一番監督の無理を買っていたのも修雄くんだもんね。ご迷惑をおかけいたしました。あれ、これは見たことのないシーンだけども、ええ、あの本編ではカットされたんですけれども、うん、ラストでゴーストに追われた後逃げてきたら女の子がいて、うん、その女の子からコーラを奪って、うん、それを相手にかけるという陽動作戦に出たんですけど、失敗してしまったという。
あのマーベリックスのパロディなんですけどね。あ、なるほど、カットされてかわいそうだね。いやさて、かわいそうな人がもう一人、ライド役の伊崎明君です。うん、これはバーのマスターに化けてるとこなんですけども、これもカットされました。続きまして、これが強烈です。これはですね、治りに化けたライドがタイジロに殴られた拍子にですね、元に戻るんですけども、衣装だけ治りのままという、なんとも強烈なシーンでした。不気味ですよね。これ入ってもよかったかな。ちょっとこれはまずかったんじゃないかな。彼は撮影のたびにですね、重たい衣装をつけまして、メイクになんと2時間もかけていました。そのメイク指導はプロのメイキャップアーティストの今村千恵子さんにお願いしました。しかし実際現場ではですね、制作デスクも兼任してくれてました。柴田真由子さんが担当してくれました。あ、そういえばこの人って慶応じゃないんですよね。え、彼女はフェリスに通っています。あ、フェリスって言えば僕ちょっと聞いたことあるんですけど、はあ、メイキャップ関係って盛んらしいですね。嘘つけお前。彼女はライドだけじゃなくですね、操られた哲也たちのメイクもやってくれました。どうしようか。面白い映画にできたらいいんじゃないかなって。面白い映画できたらいいなと、無難な答えですね。なんだって？え？面白い映画にしたいなと、それで。何か言いたげですね。当たり前だよ。何を言いたいですか？当たり前だよ。当たり前ですか、言いたくないですか？いい映画になるのは当たり前でしょ。私の決勝はですね、今まで作ってきた映画の曲は、頑張ってれば必ずいいものができる。じゃあ頑張るぞ。頑張ります。さて、いよいよ監督、菅清二郎の登場です。クリーチャー制作とか、アニメ塗り、SFX など全ての責任を背負い込んでしまった彼は、ストレスが大変溜まって、現場ではよく切れてしまいました。切れるとこうなります。そして、最も切れた瞬間がこれだ。ハイ万年の CM です。皆様には頭とお尻しかお見せできませんでしたが、今回はフルバージョンでお送りしましょう。本邦初公開。おひげもハイハイハイ万年、髪の毛ハイハイハイ万年、これで君もボンジョビだ。ちなみにこの人監督のお兄さんなんです。さあ、そしてこの映画のアンディーローズプロデューサーであり、出資のほとんどを請け負っている金持ち、ほとんど請け負ってない、請け負ってない金持ち、これね、10分の1だけ。さあ、東京サーフェイサーで稼ぎまくった金でこの映画を救えるかどうか。救えない。あ、そうです。どうも皆さん、こんにちは、新田です。さて、ここは一体どこかというと、徳島行きのフェリーの中です。なぜ僕はこんなところにいるかというとですね、これから、マイサイドキックの、クラシックロケの方へ行く途中なわけです。先ほども申し上げましたが、私たちは大正時代の町並みを求めて岡山県の倉敷まで行ってまいりました。うん、でも東京にだって古い家の 2,3 軒ぐらい探せば出てくるでしょ。うん、しかしですね、ここ倉敷には美観地区というとこがありまして、ここは360度見渡しても全て古い町並みというほとんどセットのようなところがあったんです。遠出の価値ありってやつですね。そうですね。でも見たところ夜に撮ってるみたいですけど、はい、そんな大変な場所で騒がしくして警察とか許可を下ろしてくれたんですか？そこはガッテン塩地のせい、あっしらは警察の目を欺きまして。してその手はずは、撮影許可を警察から得るためには、脚本を提出しなくてはいけない。もしバカ正直にマイサイドキックの脚本を提出させたら、警察はこう思うだろう。何？刀を振り回すよ。何？無知でしばき倒すだポン。何？光線が腹を貫く、あ、よいしょ。
こんな貴重な街並みの中でこんな撮影はダメダメよとなるのは目に見えていた。なるほど。そこで俺たちは考えましたよ、うんうんうん、偽物の脚本を提出すればいいだ。来ましたね。そうすれば結果は降りるだろうと。でもその脚本の内容って題名は、うん、いつか見た街すごいっすね。これはですね、うん、タイジが旧来の友人であるライドウと川べりで昔話にふけるという内容だったんです。それだけ？それだけよ。ほう。木刀を振り回しているのは立石の長野さん。真剣を真剣に振り回しているのも立石の長野さん。俺たち死んだ方がいいな。まあ冗談はさておきまして、この方は、武術指導すべてを新田さんと島本さんに教えてくださったんですよね。そうなんです。まあ島本くんは器用ですから飲み込みが早くてよかったんですけども。ああ映画でも決まってましたよね。そうでしょう、僕はね散々苦労をおかけしました。ですからこの棒術を使ったシーンなんかはですね、ほとんど長野さんによる吹き替えになりました。え、本編で吹き替えだったんですか？全然気づかなかった。それは言わない約束でした。さっぱり分かってます。では絶対吹き替えの方がいいですよ。分からない。人が多いな、珍しいな。遅刻してきたみたいな。あ、どうもすいません。いろいろと支度が。うん、どうも、来てるから。いつと見て、ここ来たらこれ。ベロベロキャンディーとこだ。おかまっぽい。これはバイクに乗った後ろを、タイジローがやっつけるシーンの撮影です。あ、ありましたね。はい。それで、この後、バイクは、ダンボールの山に突っ込んでいくわけですが、うん、そんな危険な撮影の時に活躍するのがスタントマンなわけです。本編の冒頭にありました火の中のライドウはどのようにして撮影されたのか、うん、それはですね、特殊な引火剤を地面に撒きました。これに火をつけて撮られたわけです。熱そうですね。いやすごい燃え方ですね。トグロ巻いてます。マント認可したら火だるまですね。いやかなり勇気がいったと思いますよ。これはすごい。熱い。ここにいても熱い。ちょっと勘弁してね。火とかの今火を取ったの。煙だ。
芝生のアラマだね。大騒ぎです。というわけで今度は火薬効果なんですけれども、はい、あんまりこういうシーン僕はなかったんでピンとこないんですけど、やっぱり大変だったんでしょ。そうですね、今回の映画では火薬は大変多く使われました。ご苦労様です、はい、このシーンなんて縛られて動けない設定じゃないですか。そうなんです。でこれ現場でも縛られて動けないでしょ。そうだから自分の太ももに火がついても自分では消せないんですね。これそうなんですよね。これは熱いでしょう。まあ、炎の中の伊崎くんも大変でしたけれども、うん、その伊崎くんに襲われる私も大変危険な目に遭いました。ご苦労様です。その火薬によってですね、肉体的な苦痛を受けた者もいれば、うん、精神的な苦痛を受けた方もいらっしゃいました。これはプロデューサー福本敦氏の下宿先で撮られたものです。これはラジカセが爆発するシーンなんですけれども、この火の粉が絨毯に落ちてちょっと絨毯を焦がしてしまいましてね。そうなんですよ、借りてる部屋なのに。もうプロデューサーほとんど涙目です。はい、場面は変わりまして今度は特殊メイクなんですけれども、はい、これはカナの肩に十字の傷を作っているところです、うん。繊維質の素材を使ってそれで造形するわけですね。なるほど。そしてこれは、肉体崩壊の兆しの場面でですね、うん、手のひらがブクブクしてるとこありましたね。ああ、ありました。あれを取るためにはまず役者の手の型を取ります、うん、それにですね膨れ上がった皮膚を粘土で彫刻します。なるほど。それを型に取りましてその型にゴムを塗りつければ偽の皮膚の出来上がりと、こういうわけでございます。ああ、なるほど。それでその間に風船を入れてそこに空気を出し入れすることによってこういうブクブクした動きになるわけですね。そういうわけです。そしてこれをやっていたのが監督の菅誠二郎。普通は専門家がやるもんなんですけども、まあ人手が足りないからしょうがありませんね。真ん中に白い塊が見えますけれども、うん、実はこの下には市川さんの顔があるわけですね。そうです。ライドのダミーヘッドを作りました。それに火を吹きかけて最後のライドの爆発シーンを撮りました。映画の中でライドの力生まれていたフライングゴーストですが、まあ実際には私たちの手によって作られていたわけです。今回の映画では善の霊、悪の霊合わせて4体のクリーチャーが作られました。フライングゴーストは2体作られました。1体は全く動かない固定モデルとして、もう1体はマペット人形形式のものです。善の霊は重みを出すために秒間36個まで撮影されました。そうするとかぶっている布の揺らめきが強調されるのです。特に複雑なのがこの悪の霊です。なんと顔一つ動かすのに4人がかりの大仕事でした。さてこれから人形の合成に入るわけですが、ストーリーボードに沿って撮影が進められます。人形を操演している人が映らないようにするためにオペレーターは黒い衣装に身を包まねばなりません。それどころかスタジオの壁全体に黒い紙を貼り付け、人形以外は黒一色にします。合成されれば黒という色は二色光となるのです。あ、これはゴーストが力出てくるところですね。ありましたね。
これはまた監督がキレてるんですか。まあキレとは言いますけど、遊んでいるわけではありませんよ。これは合成するための人形を撮影しているのです。今回このフライングゴーストの飛行モーションはカメラ側を移動させて作り出しました。というと、例えばですね、手前から奥に飛んでいくゴーストを撮影する場合、カメラは固定したゴーストのモデルよりどんどん離れるように動きます。すると真っ暗闇の中をゴーストが奥に向かって突き進む映像が出来上がるわけですね。例えば例を挙げましょう。これが素材1、これが素材2、そして第3の素材は爆発です。それに背景と光線を合成して完成画面はこのようになります。ということはこの画面は50合成になるんですね。そういうことです。この合成の仕方をエリアル合成と言います。大抵 SFX というのは撮影の最終段階に行われます。そう、そしてそれさえ終わればアフレコだ。今回アフレコにはサンプラーというものが使われました。サンプラーを使えば同時に8色の音が再生できます。映画制作という長い道のりがいよいよ終わろうとしています。キャスティングに始まり、ロケを重ねクランクアップするわけです。全てをかけなければ映画は完成できません。本当に正しいと思ったことに全てをかけなさい。厳しさもこの幸せを願えばこそだったわけだ。これで全て準備 OK ね。早速通常に行って合わせに入らない。よし、みんな玄関で待ってくれ。僕はギター取ってくるよ。うん。というわけでお付き合いいただいたメイキングオブマイサイドキックですが、そろそろお別れの時間になってまいりました。この映画を作り上げるために努力を惜しまず協力してくれた全ての方々に感謝を述べるとともに、一人一人のスタッフ、キャストにもう一度盛大なる拍手を。それでは皆さん、続編サイドキック2055で再び会う日までさようなら。本当にそんなん作れるんかいな。わかんない。